デジタル、文化、メディアスポーツ賞は、イギリスの行政機関の一つで、文化、芸術、スポーツ及び、イギリス国内の放送やインターネットなどメディアに、関する行政を担う。単に文化賞とも呼ばれる。観光行政やレジャー産業、クリエイティブ産業の振興も所管する。2012年のロンドンオリンピックと、ロンドンパラリンピックの招致。 準備及び実施のための行政支援のほか、デジタルエコノミー政策も担っている。1992年4月11日、ジョン・メイジャー政権発足と同時に創設された国会三省が前進。1997年7月14日に、トニー・ブレア政権の下で文化、メディアスポーツ賞に解称された。その後、テリーザ・メイ政権の下、 2017年7月3日にデジタル文化メディアスポーツ賞に解賞された。ありがとうございます。